俺たちのようやく。はい、こんばんは、村岡正則です。今日はですね、俺たちの条約を作ってみたということで、今ね、堤防にライトを作ってみました。めちゃくちゃ明るくて、多分100メーターぐらい先まで光り届いているので、まあ、これから朝まずめで、ね、なんか寄ってこないかなって感じで、釣りを楽しみたいと思います。で、今日はね、釣り親父の逆襲ってことで、これから続々朝まずめにかけていろんな人が遊びに来て、いろいろ釣って、でそれを焚き火して、焚き火の中にいろいろアルミホイルに包んで食べてみようということで、一日遊びたいと思います。ぜひ楽しんでみてください。おはようございます。おはようございます。どうも、みちです。みちさん。よろしくお願いします。お願いします。すごい場所ですね。穴にはまりそうでしたよ。ああ、謎の穴が。よろしくお願いします。お願いします。早速、釣りしましょう。はい、準備して。あと1時間で開けてきちゃうから。はい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ドンさんです。どうも。おはようございます。つが、穴危ないですね。穴危ない。穴はまるかと思っちゃったと。罠仕掛けといたの。あれはまんないとやっぱりダメなやつでした。ダメなやつ。ダメなやつ。工藤さん担当で。工藤さん担当で。よろしくお願いします。お願いします。ジョルティで。チオがね、来てんじゃないかと。遊びで、堤防とか常夜灯とか作ってみたかったんで今回仮説なんだけど、なんかこれが面白そうなら一番魚寄せる水銀と、あで角度とかも計算して地形にドンピシャあった感じで設置したい。どんな釣りから始めてるんですか？イカを狙おうかと思って。あれラッパラこれで。おお魚も一緒に狙ってケメ根性丸出し釣れたら教えてください。はい、多分ダメだと思う何から狙ってますか？アオリ。アオリ釣れるかは知らないけどまだ探り探りで探り探りでちなみにおかっぱりのガツリやったことないんで初のエギングでこれで釣れたら新鮮なイカ食べれますからね。そうだろ、ちょっと楽しみにしてます。期待してて。はい、いやしないでしないでじゃあまた釣れたら教えてください。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。工藤さんです。すごいねここすごいよね。なんなのこれ。堤防買っちゃった釣り。堤防買っちゃった。これ堤防買ったんすか？堤防買ったマジっすか。常夜灯作ってみた。アホですよねマジで。常夜灯も買っちゃう。これ立てたの？立てた。登った？これ来てから俺と富山県でこちら起こしたの？一回立てたら上のスイッチが入ってなくて忘れちゃった。これ変えるんだ。そっちの方がショックっすよ。買えるのこういうのって。なんか売ってたの。え、普通に何売りに出てんの？堤防が売りに出てる。不動産で出てる。不動産で。3000坪ぐらい。3000。3000なの。いやじゃあ今日何連れてるんですか。いやまだ何。まだ何も連れてないですか。連れましたこれ。はい、よろしくお願いします。おはようございます。チャリさんです。なんかちょっと快適じゃないかね。ちょっと風ある。なくない？あ、まあ、ないんじゃないけど、いや、浮き物きちいかな。ちょっと、台風のために準備してきたんでしょ。準備してきた。じゃあ行くしかないでしょ。帰ってこれないかも。そこまでね。マジか。聞くまでもないけど、釣れてない。チャリさん、期待してますよ。無理。お気に入りの油が。甘いね、甘いね。甘いよってことになるね。じゃあ、チャリさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。富山くんも今日は撮影だけど、はい、自分の食材は自分で釣るんだ。わかりました。自給自足ですね。自給自足です。釣れなかったら焼き芋です。焼き芋なかなか消化は出ません。こんな朝まずめです。よし、食った食った。よし、えいえい、カマス、あ、違う違う、あ、シーバスがいる。シーバス、ほらシーバスがいる。シーバス、ほらほら、シーバス裏かも。俺のこの、なんかマダイかな。あ、やばいや、マダイ、すげえ、すごい
優秀タイ飯イラっぽかった、イラっぽかった、尻尾がね、いるんだね。ジャーキング、ジャーキング、ボンさん、ジャーキング、ジャーキング来たんですか。え、私、優秀です。おい、え、マジっすか。え、これ、ルアーで来たんですか。ルアーで来ました。お、すげー、1個1個で疑いが入ったすげー、さすがっすね。僕たちの食材 1匹目です。じゃあ、チャリさん、お気をつけて魚待ってます。いってらっしゃい。お、チャリさん執行水汲んでるよ。もう入ってきてんの。いけんのそれ。おお、すごい、かっこいいあれ、あ、帰ってきた。旧車の凱旋。おー、チャリさんが帰ってきました。お帰りなさいませ。怖いからやめた。なんか途中遠くから見て水をかき出してるとこ見えたんですけど、まあ安全第一ですからね、はい、ちょっと風があったんで無理せずにで、お疲れ様でした。すごい、爆鳥サイズが上がってきた。おお、すげえ。これは食べれるサイズじゃないですか。リリースリリース、小さい魚はリリースですね。おおおお、さあ曲がってる。しかもいい具合に曲がってる。おお、いいサイズじゃないですか。これはスピードベイトで釣れた。ナイスフィッシュです。ヤイちゃん、これぐらいだったらいいかい。でも食べれそうな、美味しそうなサイズですね。じゃあこれは食べます。たまにね、見えるね、たまにね。おお、さっき釣ったやつ。さっき釣ってなんで勝ち。やべなんかちょっとね、凍ってるみたいだけど。やばかったよ、これがブルブルのルアーだったら捏造とか言われるよブローインかなんかに変えとけばいい。ブローインですよ。ブローインすればまたやめてじゃあ肉焼く。これさっき釣ったイカの処理ですね。そうこれは何にするんですか。いや、さっき釣ったから刺身でも食える。ああ、確かにやっぱ新鮮なものは刺身がいいですよね。そう刺身食べたはい、さっき釣った。今日唯一の釣果じゃない。カサゴいます。よく釣れてくれた、マダイ。じゃあクレイジーソルト焼きで行ってみるか。あ、全部クレイジーソルトでいいやつ。なんでだなクレイジーだからね。ちょっと多いかな。マダイ。マダイ入ります。マダイ入ります。熱っ。直火すぎ。一瞬にして炭になるだけです。ちょっと。今回これがなかったら釣り親父にならないから。いやほら、ただの親父のイカがありますよ。バーベキュー大会のあるところ、このマダイのおかげで釣り親父に逆襲になってますから。今日は三好町の町長がやっている町長の町長の町のベニアズマ。おいしそう、はい、そう。あと、まあ、せっかくなんでちょっと違う芋もね。味比べしよう。シーズンなんで寝不足だと余計食う。あ、なるほど、上手ね。町長さんの村長さんだったっけ。町長っす。最高の子だって持ってくればいいね。大丈夫、大丈夫。豆乳、焼き芋豆乳、これ50分間待ちます。こちらは先ほど置いたマダイ、マダイのボイル焼き。超初めの音、
そしたらこれがイカ。イカです。おっと、おい。マダイとイカ。お、これはミスさんが持ってきてくれた？あ、持ってきてるやつ。おお。まだあるよ。名前書いておかないとわかんないね、これね。ラム肉もあるんですか？珍しいから買ってきた。ほぐいちがさん。なんか古いじゃん。いやいやいや、アルミ。まだ早いぐらいだと思う。はい、さあ、行きます。ご会長。ご会長。どこだ？まだ出てこない。まだ出てこない。じゃあ。おー。おー。いやー、これちょっとこう。あ、オッケー。ほんとに？オッケー。ちょうどいい。ちょうどいいんじゃないの。いただきます。あ、完璧だよ。完璧。ほらほらほら。うまいなぁ。あ、ちょっと、いいですよ。うまい。おお。よし、じゃあこれ前日ついて食べちゃいましょう。おいただきやーす。あ、これはいいわ。いただきます。うん。いただきます。うん。ホクホク。うん。なるほどね。うん、うまい。あ、おいしい。うまいね。うん。ワンオークの匂いがしねえ。うまい。大成功。はい、続いてボンさんが釣ったアリカ。ここで混ぜるか。あ、俺この秋初めてだな。うまいか。これの間違いなさせ加減がもうなんか約束されてる感じじゃない？これ。うまい。しかも何この、ちょっとご飯。すげえ肉厚。誰かご飯。いただきます。いただきます。これ文句ないわ。うまい。何やこれ。間違いないですよ。これは間違いないですよ。ボンさんこれ分厚くてすごい。これ何？何キロ？1キロ弱？なんかないですよ。これはやばいっすね。うまいでしょ。うまいっす。うまいわこれ。いただきます。これすごいね。イカマヨこれね。あ、これイカマヨネーズ系で食うとき、うん、レモンとか酸味があるとめっちゃうまくなるんですよ。あ、なんか強化あるぞ。酸味ないよ。俺たちが浴びた新酸ぐらいしかないから。うまいこと言った。世の中の新酸ぐらいしかない。新酸嫌だな。黒はんぺん。あ、そう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 。黒はんぺん。お、一人一個。あ、ちょうどいい感じ。あ、ちょうどいい感じ。ここで仕上げちゃう。うんうんうん。うんうんうん。黒はんぺん。ビールビール。お、肉？肉に関係。あ、いい感じ。あ、肉汁。いい感じ。いい感じだ。いいですか？あ、来た。これはいいやつだ。釣れなかったけどやりました。やりました。いただきまーす。これ味クレイジーソルト？うん、味薄かったら。もうこんなギリギリだね。あ、これ最高じゃん。うん、どうすか。うまい。うまくない。これはうまいわ。ちょうどもう、ボンバ。あぶまんぼこ。うん。これは。その芋怪しいね。これ。まだってこと。どうですかこれ。うまそう。また切りますか。あ、ラムの匂いしてきた。切りましょう。ラムです。よし、ラム行こうぜ、行こうぜ。いただきます。いいですか？いただきます。申し訳ないっす。うまい。あ、この肉厚さ加減が最高だね。なんかいいっすよ。最高最高。片にハイボールなんかいいっすね。ハイボールと見せかけたノンアルコール。おー、いいんじゃないですか。進化したらそこまで行くんだ。それ進化なんだ。進化でしょ。あ、だって ABC パパ。あ、でもいける。おー、いいやつ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 。これそうだよ、これめっちゃ美味しいんだよ、中身。うわ、いい色してますよ、これ。ボンさん痛いとびっくりした。どうですか、焼き芋。うまい。え、これ熱い。うまい。うわー。うちの町長の。町長の。町長。町長のうまい？町長のうまい。どうですか？うまい。うまい、うまい。うまい、味付け最高って。見る見る。見る見る見る。見る見る。下に溜まった。うまい。うまい。最高ですね。最高。いつの間にできてるんですけど、これはいつの間に。厚揚げ。厚揚げですね。こっちの厚揚げだね。ありがとうございます。不動産いっちゃってください。はい。いただきやす。はい。ウイス。いただきます。うん。醤油醤油。あ、そのスカだよ。出した。おお、これは大丈夫なのかな。どうやって食べたらいいんだろうね。包丁で終わっちゃって。うわあ、やばいやばい。おお、やべえ。どうやって食べたらいいんだろう。マヨ醤油。マヨいいね。マヨ醤油。
熱い。本当。本当。これです。できなかった。神奈川とん漬け。もうめっちゃうまそうじゃないですか。これは絶対、ね、やったことないんだけど、はい、まあ普通に焼いて美味しいじゃん。はい、だからこれで味噌が焦げるからめっちゃ美味しいと思うんだよな。ね、焦がしたいよな強火で。でチーズを持ってて、ここにチーズですか。ここにチーズ絶対美味しいと思うんだよ。味噌チーズで。ちょっとやばいですね。パン入れて包んで。豚味噌チーズ。もう一つは、はい、ねえ。ハンバーグ。これでもこのパッケージなんかなんかうまいやつですよね。そのままやりたいぐらいだけど。ハンバーグ。あ、こんなこれ。この黄色い何？バター？バター香るだろ。あ、バター香るやつね。準備済み。こうやって。これ何？焼き芋のアラームですか？焼き芋のアラーム。マジっすか？優勝の匂いがする。うん。焦げてるもん。焦げちゃう。あ、もう大丈夫。絶対いいでしょ。いいわ。どうぞどうぞ。美味しいものしか入ってないもん、これ。やっぱ味噌とチーズって合うね。ご会長、おー、これ割って爽やか。あれ、爽やか。実食。まあそりゃ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 そうだよね。そうだよね。温まってとっても美味しい。乾燥。あのお弁当に入ってるやつ。なんか釣り人的にはなんか巻き組系のやつ。私が持ってきたやつの今日の最後、はい、メインディッシュですか。メインディッシュです。これはバター。バター。ちょっとバターを切ります。何でしょうか。メリヒルリで豚肉をいただきます。なんかザクっぽい。でしょう。おろしにんにく。まあもう美味しそう。これはまずい。まずいわけがない。まずいはずがない。ああ幸せ者だ。はい、待ちます。中に。ああ、ちょうどいいかも。ちょうどいいかも。おお、そっか、豚だ。あ、完璧。匂いが完璧。ああ、すごい。ああ、すごい。あ、もうガーリック醤油にしたい。あ、蒸し側に入るやつ。うまい、うまい。あの断面、うまいね。うん、うん。今川焼きですか。今川焼きですよ。うわ、うまそう。これでまずいじゃないですか。今コールドスイーツとしたら美味しいけど、いや今回ホイル焼きなんですか。あくまでもスイーツで。スイーツ、食後のデザート。今回はホイル焼きだからホイルで包まなきゃダメ。日本ホイル共和国ですから。この初めて聞きました。ホイル以外で物を食べたら懲役5年ぐらい。5年。じゃあこれを温めましょう。冷えたりくっついていく。あ、焼き。電子レンジのように使えるのか。あ、全然、むしろパリパリ。パリパリ？うん。パリパリ。一番あの期待してなかった工藤さんに言ってもらいました。おお。すごいすごい。すごいすごい。どうですか？どうですか？凍ってる？お、大丈夫。湯気出てる。湯気出てる。お、冷たい。まだ。あ、ちょうどいい。あ、ちょうどいい。だってこれ熱々だったら。ご応援いただきました。うまくいくと思ってたんだよね。やっぱりな。俺も応援してた。じゃあこれは本日のデザート。チーズ、締めの。おいしそう。おお。まあ、すみません、ありがとうございます。いただきます。本日のデザート。いただきます。必ずしも蒸し焼きじゃない。うんうん。撤収。はい、撤収。あ、え？あ、忘れてたよ。あ、カサゴはね、ほんと死なないんだよね。カサゴ、明日でも生きてんだよね、これ。あ、なんか全然平気じゃん。かわいいね。食べる？いや、もう。なんかいいっすね。お腹いっぱいリリースで。リリース。あ、じゃあ逃がしちゃいますよ。はい。リリース。ありがとうございました。かわいい。かわいいっすね。元気元気。めっちゃ見て。生命感出てきた。バイバーイ。
バイバイとかやんないの。ありがとうとか、ありがとう、ありがとう、バイバイ。いい迷惑だよマジで、カサゴからね。釣られて放置されてお腹いっぱいだからもういいかみたいな。ありがとうな話だよ。釣り人ふざけんなみたいな話でしょ。何がありがとう。